東京証券取引所に上場する一部の主要銘柄の株取引の値動きが、これまでの1円単位から10銭または50銭単位に変わっていますうん。ということです、数字<な>ね。え、1円単位から、えらい細かくなりましたね。 ねあの、株取引の値、ねうん、動きが細かくなりました。なんか、あの、はい、この間うちも駄菓子屋さんやってたんでね、はい、あの、1円とか50銭とか言われると、ちょっとこう、馴染みがあるな、みたいな感じすですけど。<laughs> ということは、あの、ええ、な,あのなんとか銘柄、何円安とか、はい、5円安とか、2>, うんうん、2円安とか言ってますけども、はいえー、50銭安とか、70銭高とかいう、 いいことにななります。変わりましたよっていうことらしいんです。ね<ー>、まあ、あの、株をね、しない、まあ、私なんかもそうなんですか。うん、株をしない人たちにとっては、あんまよくわからないニュースだし、うん、関係ないかなっていうふうに思うんですけど、一方で、そのね、うん、あの、1円とか10円とか五0円とか言われると、うん、もしかしたらなんか、あの、ちゃんと知っとくと私たちにもメリットあるのかなって、そしたら株を買いやすくなったりして、や、やれたりするのかなと思ったりなんかもしたので、うん、そう思ったんですか。そう <laughs> 思ったりもしたので、<laughs> ちょっと調べてみました。はい。 これねこう、まあ、いわゆる単位が、値動きの単位が変わったということなんですけれども、すべ、うんえー、ての株取引での単位が変わったというのではなくて、うん、一部です、うんで、その変更の対象というのは、トピックス100といわれる、うんまあ、トピックス、東京の株価指数ですね、トピックス100といわれる銘柄で,、うん、で、日本で代表的な100 福社の100個の会社の株式が対象です。うん、で,す、ねでえー、10銭、50銭、または50銭って言いましたけれども、うん、最小単位は株価の水準によって違うそうですね。株価が1000円以下、千円以下の企業は最小単位が10銭。うん 1000、うん、円から5000円の企業は最小単位が50銭、はい、5000以上の企業はこれまで通り1円単位のため、えまあ、主要100社のうち、今回の変更の影響で最小単位が変わったのは80社というふうに実際はなってると。へ いうことなんですね。といさんだって株主でしょ、なんでそんな興味薄いの <laughs> 株主というのも越中ふんどし問屋、ちんちんかくえもんさんという方から頂い,いてますが、すペンネームだけでもばかばかしいですが、<laughs> この方ですが、坪井銘テレ東がさっき上がったというような話がありました、うん、これは坪井銘柄ではないという重要な要素がありますねということで、今や坪井銘柄、私が関係する株は、私が2銘柄、 たくさん買え選んだのに、その中の半分が倒産してしまうということですから、あんまり私の見方というのも大したことないでしょうけど、大したことない私で言ってもやっぱり、大したことない私が言うからこそ大したことないんですけども、うんうん、これやっぱり何十銭とかいうような、十銭とか五十銭とかっていうのは、うん 大量にやっぱり持ってる人は関係するんですよね。そうなんですよ。あのね。<laughs> 私だからあんまりもうも、ね、け聞け私もね、1円が、一、はい、円っていう単位が50銭とか、うん、そういう10銭とかの単位になったら、1円と10銭でしょ、うん、まず、あ、そう対して変わらないんじゃないの、うん、と思ったんですけど、うんうんはい ものすごい大口の人たちにとってはですよ、例えばね、これは株とは関係ないかもわかりませんが、はい、ドルが1円上がったらとか、うんうん、1>, 1円下がったら。 トヨタの売り上げがですね、こんだけ変わるとかって、そんな話があるじゃないですか。はい、ものすごい、そんな大量にドルをね、売買、うん、してたりする場合は、そうだろうけど、僕ら、海外旅行で余ったやつがですね、ドルがなんか1円高になったらしいよ。ふーん、言わなしやから。<laughs> 50銭も10銭も、<laughs> へえーってまあ聞くだけですわ、私は。ほら聞いといて。聞いくね。ほら聞いといて。大口投資家にとってはこれが大きいんです、10銭が。50銭とか1円とかで、この差が。<laughs> というのは、例えば1円の違いだと、1000株、1000株買ったら、1円かける1000だから、1000円の値動きになりますで、もっと大口、このぐらいだったら1000円かと思いますけど、もっと大口、例えば10万株だと10万円。はいで、100万株、そういう意味まあだからそいが 例えばだからある会社の株を100円で100万株、1億円分買いたいと思ったとき、食いついてくださいもん、もへーって言わんといてね、<laughs> もうだかそんな業者さん買うつもりもないし、<laughs> 買うつもりもないし例えば会社の株を100円で100万株、まあ、1億円分です、はいはい、買いたいと思ったときに、はい、今までは1円単位でした。そうだった 今までの場合は100円の次は動きが101円ということになりますから、100万株分では1億円の次は1億100万円となります。大きいね。はい。101円の次は102円になりますね。その場合は100万株だと1億200万円になります。100万単位でかなり激しく動くんですね。 だけどこれが、これからは10銭単位ですよってことになりますと、はい、10万円単位で指定できるってことになりますので、100円10銭で1億10万円、100, 100円2銭で1億20万円と、はい、ま、あの、上げ下げの幅がちょっと小幅になって、はい、その増える、減るっていうのはあの、若干少額になっちゃうわけですね、はい、うん。 ね1円単位でもまあちょこっと影響あるかなと思うけど、20銭上がりましたいって、私の持ってる株、これ、全部が銘柄そうなるとは限りませんけどもね、ある、普通今まで通りの場合も1円単位のもありますけども、そういう株が例えば20銭上がったいって、私の持ち株で、そんなんなぁ思って、今、ずっと、ね。<laughs> そうって私、私坪井さん、私はあんま株やらないから、まあいいんだけど、<laughs> ああ坪井さんのために私はやってるようなもんなんだよ。はい、やるからこそがっかりしてるんです。<laughs> やるからこそがっかりしてるんです <laughs>、はい、で,あのでも、ただね、もともと日本は海外に比べて、その最小単位が大きかったんで、はい、まあ大きいということは、今説明したように、株の値段っていうのが、ガーンって上がったり、ガーンって下がったりしやすいっていう特徴があって、不安定だってことで、外国人の投資家からは敬遠されることも結構あったんですって、はいはい、だから今回の変更で、主要一部の銘柄に関しては、こうあの動きがね。 変わりましたよってところで、うん、あのアメリカヨーロッパ並みの値、ね、動きになったっていう。 ことも言われています。ああはい。で、うん、今回の変更で、だから海外の大口投資家が、うん、あの、まあ、あの、安定してきたなって、アメリカ、ヨーロッパ並みになったなっていうことで、うん、日本の市場にこう注目するんじゃないかと、うん、参入してくるんじゃないかというふうに見られているんでね。うん、で、実際に変更してから、まあ、そんなに期間は経ってませんけれども、うん、あの、国内外のこの基幹投資家やヘッジファンド、まあ、うん、大口の投資家とか企業ですよね、うん、が、あの、 一部やっぱりこう買いを増やしてたりとか、うん、そういった現象も見られるかなという、いずれにこれはそういうふうに評価されれば、ですね、うん、外国投資家が入ってきて、株売買をしてくれるんであるならば、うん、全体の日本の株価というのは、ちょっとは上向きでこういく、ね、はい、活況を呈してくるということなんですかね。 大口投資家にとってはやっぱりちょっと大きいニュースだということなんですけれどもだから私は全然反応しないわけかいや、坪井さんの場合は大口じゃないからね、個人投資家こういう時はあれですね、大口さんという名字の人、羨ましいですね、どんな小さい株取引でと、僕は大口投資家ですよと言えるので、小さいけど動かしてる感じがそういうことになすそうすると坪井さんの場合は個人投資家ってことになるわけですか個人でも大きく動かしてる人もいますからね。 はい。まあ、小口のそういった個人投資家はね、このニュースをどう見てるかと、あんま歓迎してないと、坪井さんの話合やいですけれどそうな。そうらしいんです。まあ、いわゆるデイトレーダーなんかはね、あの、短期、まあ、デイトレーダーって短期で売り買いをする投資家のことですけれども、あんまりやっぱりありがたみがない。彼らの感想はですね、あの、まずね、売買の注文状況を示すバンがね、非常ににくなったあああ。いはい。っていうこと。まあ、あの、 数字が細かくなるので、うんあの、単位がいっぱい並ぶと、数字の単位が並ぶと読みにくいなというのがあったりとか、うんうん、あと、値幅が細かくなった分、値、うん、動きがこう緩やかになって、1回の取引で稼げる利益が目減りしたというのがあるんですね。うん、さっっき言ってたその,、うんその 小口投資家は乱高下の,の差でもって稼ぐ人たちですから、そ,ううね、それがあんまり来なくなったよっていうことは、うん、デイトレーダーにとっては美味しいところが少なくなったりったり買ったりでき,できないですよね、うん、そういうなわずかな動きであればね、ででしかもまあその中でも、まあ、でも売ろうかとなると、必ずそこには手数料がかかってきますから、はい、それでそれを引いてしまったら、はい、そんなになんやろうな、今回のということになりますからね。ということで、うん、あんまりこうね。 動きを歓迎してないし、もっと言うなら、坪井さんも、坪さんはデイトレーダーというタイプよりも、どっちかというと、ずっと保有して、優待とか配当を楽しみにするタイプでしょ、そういう、あとは別にあんま関係ないなみたいなあるみたいですねまあまあ、別にっていうふうに、小口投資家に関しては、そういうもうも今ね、私、はっきり言いますけども、2銘柄持っていた私の資産の半分は倒産しましたし、この間の酸水電気、あともう一つは、 塩漬だから塩漬けなんも別にそうはいとは思うとですしねそうかそうか株主優待で坪井さんと思ったけどあれはマクドナルドの株主じゃないのに優待券を持ってるってそれは金券ショップで株主優待券を買ってくるという偽株主です全然関係ないもんねはいということで話がいろんなとこ飛んでますけれどもアメリカなんかは逆にね日本とは あの、こう違って株価の単位を切り上げる動きもあるんです。うん、これは何度も大量にこう売買する大口の投資家の方が個人より今有利じゃないのって批判が強まってるので、うん、どっちかってその個人向けの方の、うん、はい、あの、好む方向に動こうという動きもあるみたいですね。なるほどね。はい。ま、あの、日本ではこうやって言いますけれども、まだこう変わってから、 えっと、どのぐらいだ ?2 週間ぐらいはい。え、ということですので、まだ、あの、そう、ちょっとなんか、まあ、その辺の影響ってあるのかなと思いつつも、まだまだどんな影響が出てくるのかっていうのは分からないということで、詳しく見極める必要があるなというふうには言われているみたいです。2週間ですか、変わって。それすら知らんかった。それすら知らんかった。すいません。当初は、さらにですね、来年の9月に、あの、いろんなこう、システムを新しく導入して、ちょっとこう、変える部分が出てくるという まあ、主にあの電子取引によるリスク、まあ、大規模の電子取引なんで、ちょっとご発注なんかがあったら困る内容、うん、それに備えたシステムとか、うんそ、システムそのものの処理能力の向上を目指す変更だとか、うんうん、そういったことをけん予定しているということ、はい、その中に売買制度の見直しなんかも含まれているということなんですね。話は変わるんですけれどもはい、はい あの今の安倍政権ね、株価連動内閣なんていうふうに呼ばれてましですしい、発足以降、あの株価の8000円ぐらいからね、そ<う>記憶するところは始まってましたね支持率とね、うん、それからあの株価の上がり下がりがちょっとこう連動してきたって言われてるんですね、はい、ところが最近の株価、1万5000円超えてることが続いてるんですけど、うんうん、内閣支持率は下がってきてますよね、うん、50%切る状態にもなってるということで、うん、ちょっともう株価連動内閣と言えないななんて。 っていう,ふうに言われたりなんかもしてるんですが、海外の投資家たちは、この内閣支持率の低下っていうのを買いと見ている。 ロイター通信の日本版サイトによりますと、普通、支持率の低下っていうのは、まあ、の政策をこうやっていく上でのでの実行力の低下につながりかねないっていうふうに言われてるんですけれども、海外の投資家は、支持率が下がると、うん、株価対策なんかを一生懸命やってくれそうだっていう期待をして、うん、日本株買いの背景になっていると。 確かに、ね、大統領選の時がある時なんかは、うん、絶対経済というのを維持して、上昇させないかんから、すごい経済対策打ち出すわけですよ。うん、で、いわゆる現,現政権を維持していこうと、次も当選しようというようなことがあるんで、うん、下がれば必ずまた手だては出してくるであろうとうん、うん、いうことは、買いということにつながっていくかもしんません。 半分。すみません。<laughs> なんか新しい銘柄いかが。はい、私はあの、ウォッチャーとして今頑張っております。<laughs> 投資家じゃない、<laughs> ウォッチャーです。はい。はい。ということでございました。